これを動かしたいねんけど、どうやって動かすんやあれ動けへん <laughs> コンサート可愛かったよマー、まあ、さんありがとうございます初見って書いてある嬉しいありがとうございます嬉しい 今日バイト中にも昨日の公演のアーカイブ見てたエリちゃん。は嬉しい来てくれたもんね。ね、本当に嬉しいです。はるかは昨日を結局、まあブログにも書いたんですけど、結局あのー、アーカイブ配信を見,見まして、<laughs> 昨日のうちに。<laughs> まあ日付はもう変わってたけど、昨日のうちにもあの公演の アーカイブ配信を見てしまいまして寝たのが4時前とかで一回なんか髪の毛乾かしながら寝落ちしちゃってて床で <laughs> 床に寝落ちしちゃっててうんと思って起きたら4時前やってやばいもう早くちゃんと寝ないとと思ってそう髪の毛乾かして。 寝ましたそしたら今日もなんかねお昼過ぎに起きて <laughs> って感じでしたねあ風船うさぎさん風船うさぎさんは16日お誕生日でしたよね「ハッピーバースデーディアふううさぎさん」「ハッピーバースデーとゆうおめでとう!」 良き1年にしましょうね <laughs>。おめでとう。あなんか変なとこ押しちゃった。あ大丈夫。<laughs> ね、最近配信できてなかったんでね、なかなかそういう機会なかったんですけど。生活リズムぐちゃぐちゃ一馬さん。まあ、そうやな。でも、もともとね、なんか。 もともとそういうんやろな夜型人間で,で最近はでもまあリハーサルとかがあって振り覚えなあかんとかで3時間4時間睡眠とかばっかりやったからもはやなんか生活リズムって決まってないかもずっとずっと決まってないかもしれないですうん <laughs> コメントがありがとう嬉しすぎますあよかった嬉しい今年もお祝いさせてもらえて嬉しいですありがとうネイル変わったパステル系かなさくらんさんちょっと前に変えました夏っぽい青にしたよってブログに書いたんかな青にしました珍しく 可愛くないないんかここキラキラオーロラみたいなのめっちゃお気に入り「<coughs> 残念少女で初ガラケーですか?」「ジュニアさん <laughs>」いやガラケーを私小学校4年生の時に持ってましたね自分のなんか子供携帯みたいなの。 使ったことはありますよ何年間か残念少女めちゃくちゃ似合ってたよなーちゃんさん嬉しいありがとうもうねほんまにねみんなに早く言いたかったんですよみるさんが選んでくださったのよって <laughs> めっちゃ言いたかったずっとずっと貯めてました めっちちゃゃその色好きちゃんマジなんか青でもちょっと落ち着いてる感じのそう青色でめっちゃ可愛くないですか大人っぽい感じでそうなんか夏っぽくしたくて何色がいいかなと思ってやってみた <laughs> コンサートトでユニット出れるのはすごいねいやほんまにありがたいですねみるさんのおかげであんな大きいステージでユニットさせてもらえて <coughs> 本当に感謝ですでもちゃんとみるさんになんか選んでくださった理由とかなんかも聞いてなんかより一層もっと。 頑張りたいなって思ったしそう「はるちらしくない」の衣装似合いすぎてたほうちゃんうわ嬉しいねあの衣装マジで可愛くないなんか何回か今までも着させてもらったことあったけどもうねやっぱ何回着ても可愛いとって思う衣装よねあれはほんまに大好き。 <laughs> はるちゃんんの出番たたくさんで嬉しかったしむさんねそう言ってもらえてすごい嬉しいしでもなんかね今回その、まあ、3つのライブでいっぱいこう、まあ、前の方で踊らせてもらったりとかいっぱいこう見せ場があったのはやっぱり選抜入りさせてもらってるからであってそれはやっぱファンの皆さんが。 はるかのことをね一緒に選抜入ろうねって応援してきてくださったおかげやしほんまにもういつもそばで支えてくださる皆さんのおかげなのでもうほんまになんかこう感謝の気持ちをかみしめながら今回のライブは特にねなんかこう皆さんにしっかりとこう何て言うんやろうなはるかの全力パフォーマンスをお見せしたいという気持ちが強かったし。 ファンの方の方を見てこう手を振りながらの曲とかもあ,るじゃんあったじゃないですかいっぱいあの踊らずにみたいな,なんかそういう時もたくさんの方にこうちゃんと目を見てこうなんかアイコンタクト取りながらできればいいなと思っててでも今回すごいそれが自分の中ではできたんじゃないかなっていうふうに思ったからすごい嬉しかったです。 本当になんかまた新たな景色同じ大阪城ホールでもなんか全然違う景色を見れてもうほんまに幸せだったんでこれからもねそんな景色をずっと見れるようにはるか自身も頑張っていきたいしファンの皆さんとも力を合わせて一緒に頑張りたいなって思いましたね改めて。 本当にステージからファンの人見分けついた鳥丸さんえっめっちゃ見えるんですよあれめちゃめちゃ見えますよなんかうちわとかも特になんかこう劇場公演の時とかにいつも持ってきてくださってるのを情報ルでも持ってきてくださってる方とかは特になんか 誰,誰さんだとかかすぐ分かるしあと今回のあのここ点衣装のなんかうちはだったじゃないですか今回の新しいうちはあれとかははるかのまたポニーテールしてたんで結構すぐ見つけれたあと生タンティーもねやっぱ見,見えるんですよねすぐ割れ <laughs> ながらやっぱオレンジ最高やなってそこでもう思って <laughs> 私も目が合った気がするサッカーさんいやもうほんまにねみんなとね目が合って手を振り返してもらったりとかハート一緒に作ってもらったりとかめっちゃ楽しかったです <laughs> いっぱいいっぱいねみんなと楽しめて楽しかったうれしかった <laughs> 次世代のコメント6期生みんなのことも言ってて素敵だったうわう嬉しいありがとういやもうほんまにめっちゃ緊張しましたよ <laughs> なんかあのね喋るメンバーみたいなまあ、総括しゃべるメンバーをなんかま何人かいるっていうのは言われてたんですけどはるかが6期生を代表して。 言わせていただくっていうのはライブの前日に聞いてそうねもうえーと思ってな自分がなんか大阪城とかの大きなライブでコメントをさせてもらえる立場になるなんて思ったこともなかったから本当にもうびっくりでどうしようってなってめっちゃ緊張した。 言ってる時も緊張してたけど <laughs> そうもう帰ってすぐママに「ママ喋らなあかん」って <laughs>「どうしよう大丈夫かな?」ってママに報告したぐらいほんまに緊張してそう本当にねそんな感じでしたよ、まあ、でもね6期生代表 でなんかこうってことは、まあ、規制のね部分規制のなんかこう何て言うんですかねこうなんて言ったらいい特徴みたいなのを言った方がいいなと思ってで,こでも6期生ってなんか個人個人でね特徴があるじゃないですか個性っていうかだからなんかまとめて言うよりまあもう <laughs> 6人しかいないし <laughs> <laughs> 6人しかもういないんでもうじゃあもうこれはこの場をお借りして1人ずつのことを言わせてもらおうと思ってそうなんか私から見てになったのでまあちゃうやろって思う方もいたかもしれないんですけどなんか私から見た6期生のことを言わせてもらってなんかねそこをもっともっと伸ばしていけたらなっていうふうに思うし。 感じかなめっちゃ緊張しましたよもう <laughs> 特になんかもうはるかのしゃべる前がマイティやって7期代表のマイティがめちゃめちゃスラスラ喋るからほんまにプレッシャー <laughs> でいやもうほんまにいいことなんですよマイティほんとすごいなって思いながら聞いててんけどほんまにもうプレッシャーやって。 やばいどうしようと思いながら聞いてましたけどまあなんかね笑いありの<笑>,笑いありで、まあ、拍手もねたくさんいただけてなんか自分でもまあ自信がよりついたかなって思いますね今回のスピーチでもそうやしはっちゃんもスナンさんしゃべれてたでしんちほんま 喋れてましたはるちゃんも落ち着いて話してたよやっちゃんほんとよかったよかったですこんばんは茶のみさん初見さんありがとうございますなんで来てくれたんですか嬉しいこんばんは <laughs> 笑わ別に笑いわせにかかったわけでもなかったんですけどでもなんか自分で言っといてなんか自分で言うのちょっとおもろいなって思ったらやっぱりファンの皆さんも思ってらっしゃったみたいでちょっとくすってねありましたねまあよかったです <laughs> よかったです初見ですルナさんこんばんはありがとうなんで来てくれたんですか 嬉しいこんばんはロッキーメンバーみんな嬉しそうやって「ほんまほんとですか?」なんかでも終わった後にロッキーのゆいなから「なんで言ってくれる?」って言ってくれへんかった言ってくれるあなんか「一人ずつ言うって言ってくれへんかったん?」って <laughs> 言われました。 心の準備ができてててなくくびっっりした言ってなかったんやそう言ってなくて全然どういうことを言うとかも特別は言ってなくてその場で言ったからみんなびっくりしてた <laughs>。 今回のコンサートは全体通して最高にはるちゃんが輝いてましたお疲れ様ですくちゃん嬉しいもうねほんまに今回はでもなんか初めて選抜メンバーとしてのライブだったんですよあの全体としては、まあ、この前も前回の次世代ライブもまあ一応16人の中に入れていただいてたりとかしたし まンバに入ってからそれこそナンバー1番隊とかのライブとかも選抜に入れていただいてた後やったけどなんかこうライブとしての選抜全体での選抜に入ってのライブは今回が初めてやってずっとでも夢見てた目標にしてたことでもあったからすごい嬉しかったんですけど。嬉しさと ちょっと待ってね <laughs> ちょっとエアコンエアコン切ったごめん <laughs> そうなんか嬉しさとなんかそれプラスでやっぱ責任感というか40、ね、何人もいる中で16人の中に入れていただくっていう責任も絶対にあるしなんかこれはねなんて言ったらいいんやろまあ 16人の中に入ってなくても今までももちろんこうね最高のパフォーマンス見せたいっていうふうには思ってたけどやっぱ重みが違うというかなんかファンの方の期待だけじゃなくてメンバーも言ったらそこを目指してる人ばっかりじゃなわけじゃないですかだからなんかこうなんていうのかな自分がそこにいさせてもらってなんでっていうふうには 絶対にに思思われたくないないいっていう,ふうに思っててだからなんかすごいそういうなんかプレッシャーももちろんあったし大丈夫かなっていう不安もあったけどでもなんか無事成功して終えてなんかこうまた一皮むけたんじゃないかなっていうふうに思ったしすごい。 楽しかった幸せな景色も見れたのでなんか自信もついたなって思いますね <coughs> <coughs> この間ついに春ちゃん推しになりましたよろしくお願いしますゆっちゃんああありがとうツイッターにも書いてくれてたことかなありがとう嬉しい 嬉しすぎるはるちゃんの気合伝わりましたゆうすけさん嬉しい本当ですかそう言ってもらえるとすごいなんかより一層頑張れますねティーチャーティーチャーめっちゃ良かったまゆかちゃんあ,あ嬉しい ティーテチャー,ティー,チャーほんまに大好きやからあの初夏でもみるさんの卒コンでも歌わせてもらえてめっちゃ嬉しかった次はもっと上目指していこうねブちゃんもちろん頑張る <laughs> ねそう今回ね選抜としてすごい嬉しかったけどやっぱりまだまだ前の景色を見たいなっていうふうに思ったし目標はねまだまだ持ち続けて。 頑張ろうね。<laughs> 一緒にお願いします。はるちゃん目立ってたよ。よかった。ピロヤンさんありがとうございます。嬉しい。もっと目立てるように頑張ります。初めて生ではるちゃん見れて本当に幸せだった。あやねちゃん嬉しい。嬉しいですね。たくさんはるかもね。 オレンジペンライト振ってくださってる方とかうちを持ってくださってる方いっぱいいてめっちゃうれしかったなんかちゃんとどこにもどこを見てもはるかんしいやっていう方がいらっしゃってめっちゃうれしかったなんか今まではほんまにもうなんかどこにおるやろうっていうぐらいのレベルでやったけどこんなにもねたくさんの方に支えてもらえてて。 幸せです本当に「<laughs> レオパとミックスジュース」は嬉しすぎたねえはるかもなんかミルさんラストのライブでああやってなんかこうグループとして2つのグループで一緒にやってミルさんの隣で踊らせてもらえたりとか。 めっちゃ幸せでした嬉しかった可愛い,い表情もかっこいい表情もめっちゃ良かったジュリアちゃん嬉しいありがとうもっと頑張りたいですね初めて生誕ー,ーで参加できて嬉しかったああねそう言ってくださる方もすごいたくさん言ってくださってめっちゃ嬉しかったやっぱ目立ちますね <laughs> あの生タンティー <laughs> すぐ見つけられる <laughs> <laughs> 昨日の昼初めてレオパ入ったけどオレンジ多くてすごかったよそうたさんえー、ありがとうございますね公園来てくださって嬉しい。 ねでも昨日ほんまに昼も夜もはるちゃん推しの方結構いてくださっててめっちゃパワーになりましたもうほんまに体力もともとはるかないくてもうバテバテだったんですけど <laughs> みんながいてくれるおかげで最後までね無事終わりました嬉しかったんて 冷房切ったら熱いちょっとつけよう <laughs> 切ったら熱いけどつけたら寒い <laughs> どうしよう残念少女かわいすぎたしまたいつか見たいバタヤンさんねえはるかもねもう残念少女はやってみたかったユニットの一つだったんですよだからめっちゃ嬉しかったしいつかはねセンターでねさせてもらえたら ね、頑張ります <laughs> そんな日がいつか昨日僕も入った余裕ちゃん推しやけどとっくりさんありがとうございますもういつもお世話になっております <laughs> ゆうみさんにお世話になっております 昨日のレオパも楽しかった連日お疲れ様ですあっなっちゅちゃんありがとう昨日めっちゃ前で見てくれて可愛いうちわもう嬉しかったありがとうみんなもねなんか最近ライブとか公演とかいろいろあっていっぱいあったけどちゃんとあのー、あれなんですよね終わるごとにあの 感想の DM とかコメントとかくださってめっちゃ嬉しい <laughs> はるちゃんならセンターいけるぞライライテイさんありがとうなんかそうやってねファンの方もそう言ってくださるとすごいなんかこう頑張ろうってなれるしありがとうございます <laughs> のえでみる,る,るん、えー、でミルさんの卒婚はもうほんまにめっちゃ泣いちゃったんですけど <laughs> 最後のなんかねもうまず始まりの映像あったじゃないですかみるさんとあのウのこうなんて言うんですかね映像みたいなもうめっちゃかっこよくてでそこからのいけないことで出てきた瞬間 もうお強いってなったしもう最強でしたねやっぱり本当にねかっこよかった裏でも見させてもらってたしあとはなんかレッスン上とかもなんかこう今回その3つのライブがあったじゃないですか3つのライブがあってリハーサルとかもなんか 1>, 1日に初夏ライブ何曲かやってその後次世代ライブの何曲かやりますみたいな日とかがずっと続いてたんですよ。そんな感じあって闘志の日とかも初夏通して次世代そのまま通しますみたいな日があって言ったらさ先輩方って次世代ライブには出られてなかったので。 あの初夏ライブが終わったらもう帰られたりするんですよ。で次世代のメンバーがやって終わるんやけどみるさんは次世代ライブのリハーサルが終わるまで待ってらっしゃって次世代ライブのリハが終わってから自主練とかされててもうほんまにすごいなってかっこいいなって思ったしなんかそういう背中を後輩にそうやって見せてくださる。 みるさんって本当に素敵な先輩やなって思ったし自分もそうならなあかんなって思いました本当にねだからなんかあ自分たちも、まあね、3つのライブに出させてもらって結構なんかこう覚えることもいっぱいやったから大変ではあったけどなんか 大変やなしんどいなって思ったらあかんなっていうふうに思ったしね本当に最後の最後までなんかみるさんはそうやって後輩たちにそういう尊敬する部分を残してくださって本当に偉大やなって思ったしずっと憧れの存在やなって思いました。<coughs> 気合やねイさんね本当にだからもうはるかも昨日の公演はもう気合で <laughs> 気合で頑張って乗り切りましたねそうそう確かに、ね、お話し会の後もねレッスン場に行かれてねみるさんは練習されてましたねお話し会結構遅いじゃないですか夜。 それでも、本当にすごいなって思った。んえー、でも、なんやったかな途中経過かな、やっぱり。ミルさんと歌わせてもらったときに、なんか、ああ、ミルさんがここからもういなくなっちゃうんやって思って、すごい、寂しくなった、急に。 それまではなんかこうミルさんの背中をしっかり見て自分も食らいついていくぞっていう <laughs> 感じやったけどやっぱあの瞬間にすごい実感しましたねミルさんの卒業を。<coughs> 全てて途中経過改めていい曲やなとかなったいやそれをほんまにもう昨日もちょっとなんかね <laughs> ラ,イライブじゃないわ公演で途中経過瀬戸リなんかあるじゃないですか歌っててみるさんのこと思い出してちょっと泣きそうになりました <laughs> ほんまにねあれはダメですよね反則ですよあれは <laughs> ほんとに。 <laughs> 自分も全て後中経過で涙止まらなくなって卒業旅行でボロボロになったバラマツは分かるハルカもそうですだからかラップタイムもな泣きながらでも笑顔で終わんなきゃって思いながら <laughs> 必死でしたなんかもう感情ともう頭が。 感情と頭と表情がもう,もうごちゃごちゃでした <laughs> そうそうだった途中経過と僕をしか勝たいやねもうその2曲ねどっちもミルさんのことを思い出しましたねもうウィンクの銃断ももちろんやけどあしだれ柳もね <coughs> ラップタイムやばかったなあラップタイムもなんかねこれからの NMB みたいな感じで「<laughs> ドントルックバックの時のはるちゃんのジャンプ高いよねクラリオンさんほんま <laughs> 高く飛べてますか本当。ほんと でもやっぱ大阪魂公演はあのーまあ、ミルさんが作ってくださって全グループ共通じゃないですかセットリストがあのー、キュンマーとはちょっと違うけど、あのー、全グループ共通やからこそなんかどこのグループにも負けたくないって思いながらやってるしどこのグループのセンターの先輩方よりも。 絶対に自分も負けへんでっていう気持ちでいつもやってるからなんかねそういうなんかまあジャンプだけじゃなくて他のところでもいろいろこういいねって言ってもらえるとすごい嬉しい <laughs> さやかちゃん推しの友達何人か来てたんだけど。 みんなハルちゃんのパフォーマンスすごいって褒めてたよりさちゃんマジで嬉しいほんとそう言ってもらえるとなんか研究してきてよかったなっていうふうにも思えるしもっと頑張りますね。残念少女めちゃくちゃ好きでした。このくだり終わった。<laughs> なぎちゃんありがとう嬉しいめっちゃ緊張したよ残念少女も。ほんとに。 めっちゃ緊張しました <laughs> 曲によって変わる春んの表情大好きしげさん嬉しいめっちゃ嬉しいななんかねミルさんがやっぱそうじゃないですか,なんか曲によって全然違うミルさんの顔が見れてかっこいいなって思ってたから自分もねあんな風になりたい レンンジペンライト見つけた時の嬉しそうな表情かわいいなと天空席から見てたハッピーさん嬉しい見てくれてたんそんなところまで見てくれてたんですか嬉しいねあまた間違ったとこしちゃった。<laughs> 1>, 1日目の初夏の髪型めっちゃ好きワッカンさんありがとう何にしたっけ初夏は何しましたっけハーフツインかハーフツインだったかな久々にハーフツインしたな確かみんなからそうみんなからえー、久々に見たって言われてあんなに毎回見てたのに最近 見ひんくなってたからなんか寂しかったってメンバーにも言われて <laughs> そうはるちゃん「紅白衣装」の時のお花取り忘れてなかったそうあれはねメイクさんが取ってくださる予定なんですけどちょっと人数も多くて時間もなかったんでもうちょっとそのまま出た <laughs> そうだから髪飾りはね昨日の MC でも言ってたけどメイクさんが「 つけてくださったり撮ってくださったりするからなかなか追いつかなかったですねライブの時はちょっと <laughs> はるちゃんセンターのフライングゲット見れたのが一番嬉しかったうわう嬉しいいやでもほんまにそれはねファンの皆さんのおかげさまなんでもう本当にみんなのおかげではるかはあの 上ホールの大きなステージでセンターに立たせてもらえたからもうほんまにみんなにもう感謝してもしきれないぐらい本当に何やろうな選抜とかまた番組に出させてもらうとかなんかそういうの全てやけどでもほんまにナンバー一番隊のあの一曲は特にファンの皆さんのおかげなんで。 ファンの皆さんが見せてくださった景色だったなってほんまに嬉しかったはるかも緊張したけど <laughs> はるちゃんのレスは分かりやすい若ちゃんほんま昨日も来てくれてたもんね嬉しいはるちゃんって汗かかないタイプそうでもなかったんですけどねまあ、昨日はめ,めっちゃかいたけど ライブはそうでもなかったねなんかダイエットしてから体質変わったんか知らんけどなんか書かなくなっちゃった <laughs> 昨日のサイドポニー大好きライチッチさんあ嬉しいはるかもなんかお気に入りの髪型1個増えたと思って昨日のサイドポニーまたいっぱいしようと思って。 はるちゃんってどの髪型が一番好きなんこぐまさん。えー、でもはるかがいつもしてるのが好きかな。まあ、今昨日でサイドポニーも入ったんですけど <laughs> あとは、まあ、ハーフツインとポニーテールかなその3つかもしれないです。でこだしだったら高めのハーフアップが好き。 なんかね全部あれですね高めでくくるのが好き <laughs> 新選組の時よりさらにキラキラしてたよおーまあ、よかったなんかもうこんなね大きなステージでセンターに立たせてもらえる機会なんて そうそうないと思って <laughs> これはもうドヤ顔をね決めてこなきゃと思って <laughs> めちゃめちゃもうバンって自信を持って出させてもらいました本当に <laughs>。 ささえまツイン推しですああ最近してないなしだれ柳部屋ね <laughs> しだれ柳部屋もいいですねチャイドポニーどんどんやってこやってくやってくやりますやります夢逃げの頃とはマジで別の体質ってほどほど汗でなくなったよね ラッチねえそうよなマジで夢逃げん時の汗どこいったんっていう <laughs> レベルでねほんとに結構ファンのこと覚えてるなもちろんですよみんながねはるかのこと見てくださってるからはるかもね皆さんのことやっぱ見たいですし <laughs> お互いに目会いたいじゃないですか ね <laughs> これからいっぱいセンター建てる機会増やしてこがんばる <laughs> ありがとう <coughs> はるかちゃんかわいすぎてはるかちゃんにおしへしてしまいそうたろしさんぜひベルカム <laughs> ウェルカムですフラゲハルちゃんのセンターは胸厚でしたひでさんうわうしいねえほんまに感謝感謝感謝です理不尽ボールは一緒に踊りたくなったんじゃないいやそうよほんまになんか まあ演出上そのドラさんとロッキーの高校はこうなんかこうバチバチじゃないとあかんかったから踊らないでねって言われてたからなんかこうロッキーはドラさんが理不尽ボール踊ってる時はエアバンドみたいなのを <laughs> しててんけどめっちゃ踊りたかったねなんか夢逃げって感じやんかバータリー号からの理不尽ってマジでエモいなって思いながらずっと聞いてた。 リハでは踊ってました。六期生。六期生も。踊ってたね。<laughs> 今回のコンサートで苦労した曲とかある。なんやろ。ああ、あるあるある。もうすぐ出てきた。<laughs> もうこれしかないってぐらいなんですけどもうねミルさんの卒コンの中の1曲なんですけど「伝説の魚」もうこれはほんまに <laughs> めっちゃ苦労したダンスを覚えるまでも苦労したしめっちゃ大変でしたねもうみんな魚がやばい魚がやばいって。<laughs> 伝説の魚そうなんか恥ずかしいことにちょっと初めて聴いた曲やって今回「伝説の魚そう」まず曲を覚えるところからやって今ではなんかすごいあのダンスも好きやし歌も素敵な歌やなって思ってるんですけどもうほんまに、ね、リハの時はもうみんなして「魚」て。 やばいなみたいな <laughs> 魚ちゃんとやらないとなってみんなで言ってましたもうはるかもやばかったそう特になんか結構みるさんの後ろ目で踊らせてもらってたからいやこれは絶対間違ったあかんやろって思いながら <laughs> やってたよレイコもやばいって言ってたまあ、こっちさんあマジレイちゃんもねそのほんまにでもみんな みんな魚やばいって言ってましたよそう、じゃその会話がおもろい,いやおもろいよな魚やばいって何って感じよな本当に。<laughs> おもろい <laughs> 初夏のコンサート見てはるちゃん気になりましたかとぽよさん嬉しい、うん、初見さんのありがとうございます嬉しいわざわざコメント書いてくださって ありがとう,うわーい <laughs> パワーワードすぎいやそれよなであとみるさんのみるさんの卒業コンサートの頭の曲と次世代はほとんどやったけど両手ぶり 今回多かったんですよそこも結構難何か,かこう片手マイク持ってさ歌いながら片手ぶりでやってる曲とかも今回はヘッドセットのマイクやって両手で踊らないといけないとかやったからめちゃめちゃ難しかったなんか普段ここ踊ってないけどみたいなのも 早着替え大変だったとか早着替えも大変でしたねもうあの <laughs> パフォーマンスよりもうなんか早着替えにヒヤヒヤしてもう冷や汗止まんなかったですほんとに <laughs> ねやばかったよであ,あと四字ガール四字熟語ガールズかの卒校の時に何かはるかの歌割りでなんか Y 字したみたいな 感じで結構な方書かれてたんですけどあれはるかの足じゃないんですよ実は <laughs> はるかじゃなくて多分コジリンさんが後ろで上げられててあれはねはるかは維持してないですはるかはパッセしました <laughs> なんかちょっとそこはそう違いましたね私じゃないんですよあれ <laughs> みんなびっくりしてる違います違いますコジリンさんが 後ろで多分こうやってあげられた瞬間なんですね。なんかちょうど。はるかみたいな感じに見える角度だったんですけど。あれはね、違うんですよ。そう。そうなんです。同期の裏話とかありますかね。ええー、何やろう。同期の裏話。 何やろうでも今回もはるかはずっとしんしんといましたねしんちゃんとずっといたリハもずっとしんしんの隣でしんしんにずっとあのうざがらみして <laughs> 甘えてました本番もそうやったけど <coughs> シンクロしたんだ、ね、そうシンクロしてなんかはるかの足みたいな感じなんですけどあれはこじりんさんの Y 字ということでもうすごい体が柔らかいまあ安定です安定ですそう安定です6期生なんやろ なんかちゃんと思い返せばあるんやろうけどちょっと今頭が回ってなさすぎて <laughs> ちょっと今今日ちょっとねいっぱい寝て頭回ってなさすぎてちょっとすぐには出てけへんけどいっぱいあると思います <laughs> 久ししぶりに、M、の楽曲パフォーマンスしたよねホリーさんねなんかチーム M 曲ははるかはどれやろうそれこそ四字熟語ガールズぐらいしかやったことある曲はなくてなんかチーム M 曲も覚えるの結構大変でした夏の催眠術は結菜との冠ライブの時に結菜に教えてもらったから。 すぐフリーは覚えれたけど <coughs> 次世代でさらに仲良くなった後輩ちゃんとかできたうんーアンジュちゃんぐらいかなやっぱり <laughs> 七木のしめんアンジュちゃんとはでも今回いっぱい話せて。 嬉しかったです。今度遊ぼうねっていうも言った。可愛い,い。あともうほんまにめちゃめちゃいい子ですね。我が友や反則すぎためっちゃライブ映えする曲よね、確かに。 でもなんかやっぱね一番大のことがよみがえってなんか感動した <laughs> 感動しましたそこも安定感そうはるかほんまにねなんかこうなんやろうな安定しちゃいますよね食べ物とかもそうやけど <laughs> 好きになったものはなんかとことんみたいな部分あるよね レオパージュ公演にもいっぱい出てくれるから感謝ね大ちゃんいやほんまにそうでもいつも「あのレオパージュの公演出たいんです」ってわざわざ言ってくれ言言いに来てくれるからめっちゃ嬉しいしなんかそういうねなんかなんて言うんやろう頑張ろうって「なんかレオパージュも出たい」って言ってくれるメンバーにねいっぱい出てもらえたら嬉しいなってやっぱ思うよね。<coughs> 好きになったら一直線なところも好きほんまーみんなもそうでフってくださいよ。はるかに一直線でフってよ。<laughs> 頼みますよ。<laughs> ちょっとそこもフしフフに <laughs> なんて 好ガールズもライブの定番曲になりそうやね確かに盛り上がるよねやっぱり N の時にずっと出わせてもらってたけど なななかなか担当宝石をすっと言えないいアンジュさんいやえでもカもいまだになんか若干ね考えますよでもなんかあの初日「レオパー初日の子」とかさ言ったらこうね初めて「ルビー」を踊ったりとかさする中で「宝石」も言ってもらわないといけないからもういつもあの初日の子には「あのもし忘れたらカが言うから」みたいな <laughs> 言ってるけど。 それを昨日とかミラコさんのをこうね自分でミラコさんはこれでこの宝石っていうのをずっと唱えてたら自分の宝石な <laughs> んやけんってなっちゃって <laughs> 危ないですよ本当に何回 <laughs> 言っとるねんっていう話なんですけど <laughs> ねえ本当にミラコさんは ずっと出たいって言ってくれてたんやけどもうね出るっていうのが決まっいつもはなんかこうレオパーに出てくれるっていうのが決まってから宝石を考えるんですよその子のでも美奈子さんはもう先に考えてた <laughs> 絶対に出てくれるやろうっても思ってたし出たいって言ってくれてたからねとも思ってたしあとはなんかすぐにピンときたんですよね そうだからもうんみらさんはもうスピネルしかないやろと思ってもう出るって決まる前にずっと考えてた <laughs> その部分はレオパが一番大変はやそうやねなんかちょっと申し訳ない部分もあるんですけどでもなんか言った方がいいんじゃないっていうふうに そうスタッフさんにも言われてせっかくそういうのがあったんならってそうだからいっぱい考えさせてもらってその子に会うのをねそうでもスピネル「パスカル」とか言ってて <laughs>「パスカルって何?」みたいなさすがミラコさんほんまにおもろい昨日もめちゃめちゃなんかもう「トゥルーパーパス」の時の あのサビ前の「フー」みたいなとこあるじゃないですか掛け声もう真後ろからめちゃめちゃ「フー」の声聞こえて <laughs> ちょっとびっくりしたぐらいで <laughs> でもめっちゃ楽しかったなんかやっぱああいう明るい場を和ませてくださる方がいる,いるのってすごいなって思ったしいっぱいね寝てほしいなって思った。 アクセサリーとか買ううに今のそののそそ宝石の知識活用できそういやそうやねなんか何やったっけパワーストーンとかさそういうのをね見た時にパワーストーンっていうか、まあ、そういう宝石とかさアクセサリーとか見た時に何かいろいろこうガーネットとかサファイアルビーとかいろいろ書いてるの見て <laughs> あなんかレオパンやって <laughs> 勝手になっちゃうんですよね。 勝手にそうそう「喜 <laughs> んへんのわらたのミラコ好きすぎた <laughs>」いやそれよほんまにもうほんまに最高もういいですねでもそうやって言ったらめっちゃ照れてねありがとうっていうミラコさんがもうほんまにかわいい面白い <laughs> いいですね <laughs> 毎日ミラコ見とる確かに今日もねアンコールガールされてたんよねいやほんまにすごい一昨日もねミックスジュースもまた出演されてねすごいなほんまにほんまに好奇心とポジティブさを持つスピネルやなって思う。 4000人超えたよ、ヤンさん。うわー、ほんまや、ありがとうございます。嬉しい。久々の配信でちょっと頭 <laughs>、うん、やばいですけど、なんか喋ってて、意味わからんこと喋ってたらごめんな。ブログの時間だ。ほんまや、んブログの時間がそろそろですね。パスカル笑,う<笑>そう昨日の配信のね、 最後のアーカイブ配信見てくださってる方は分かると思うけどもそこでもパスカルって言ってましたからね <laughs> ではではそろ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 ですかね,ね見て今やから見せられるけど見てこのこの量資料の <laughs> ライブ資料の量やばくないですか？分厚すぎんこれですよ。これをね全部覚えたかと思うとびっくり。自分にそんな頭があるなんて、これ <laughs> すごいね。すごいよな。これ参考演分ですね。参考円分何枚かちょっと立ち位置をなくしてるかもしれないんですけど。<laughs> そ,うそんな感じですでもめっちゃ楽しかったほんまにめちゃめちゃ楽しかったいまだになんか余韻に浸れるなんか昨日は昨日おとといはロケがあったり公演があったりでなんか自分がまだしなあかんことがあったからなんか余韻に浸る間もなくって感じだったけどやっと余韻に浸れた。 楽しかったなーって <laughs> それではねそろそろ終わりたいと思いますじゃんはるかルーム恒例1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントということで毎回ねはいやらせていただいてます言葉のプレゼントを今日もさせていただきまーすこの量は頭パンクするたけそういやー ね、でもたなんかパンクしそうって思いつつもいつもねなんか皆さんのこと思うとできるから大丈夫でした <laughs>、ね、あでも今度ねあのー、ジャムジャムにも出させてもらうんでジャムで合ってんのかな読み方 <laughs>、ね、それのねリハもまた始まるかもなので。 頑張りますちょっと待ってね。携帯で読むわな、ランキング。あチケット買ったよって、フレンドちゃん。ありがとう。合ってるよかったよかった。<laughs> もう、もう、ポンコツなんで、ほんまに。<laughs> ポンコツなんでね、本当に。困ります。ちょっと待ってな。ランキング、ランキング。 しなってこれだライブランキングになってるかなではでは早速はい早速ねランキングを読ませてもらいたいと思いますいきますなんか変なとこしちゃった13位フレンドちゃんありがとうございます12位サッカーさんありがとうございます 1一位、ヒさん、ありがとうございます。10位、ムラッチ、ありがとうございます。9位、大ちゃん、ありがとうございます。8位、藤枝さん、ありがとうございます。7位、広蔵さん、ありがとうございます。6位、風船うさぎさん、ありがとうございます。5位、モンブラン、ありがとうございます。4位、シムさん、ありがとうございます。3位、三ょ町、ありがとうございます。 に小田つさんありがとうございます。そして一位がトクちゃんです。ありがとうございまーす。ということで今日のラッキーさん決めまーす。今日のラッキーさんはこの方、じゃーん。お、八位藤枝さんいますか？<laughs> あれ,あれ押せなくなった 藤枝さんいますか見落としてるもしかして大丈夫かいますかいますかあれ見落としてるもしかして あいたおめでとうございますはるかルームが帰ってきた感あるないやそれよほんまにもうお待たせしちゃってもうはるかも寂しかったよ <laughs> できなくてもうねもうちょっとね自分に要領があればいいなっていつも思うほんまにもっとねちょっと待ってくださいね もう机の上がもうなんかいっぱいすぎて書けへん <laughs> まあね今日はちょっと教えてはるちゃんじゃなくてなんかライブのね皆さんがなんかこう聞きたかったこととかを。 言えたらなぁと思ってたんでちょっと今日はお休みしました教えてはるちゃんまたするね待っててくださいはいということで今日のラッキーさんは藤枝さんですありがとうございますありがとうはいということでではでは藤枝さん何番がいいですか みんな優しいの <laughs> いつ見てもはるかルームのコメントは本当に優しくて幸せです。はるちゃんの配信見ながら眠りにつきたい。鳥丸さん。そう。なんかあれですね。こもり歌じゃないけど。<laughs> そんなんこもり配信。こもり配信って何 <laughs> 寝る寝る用の配信みたいなねああるかな藤枝さん何番がいいですかちょっと見落としちゃってるかなごめん見落としちゃったかもしれない書いてたかなもしや 何番がいいですか <laughs> 見落としちゃったかなあ、二番にしようかな了解です二番にしましょう最近雨多かったもんねライブの時とかも特にねそうなったよね じゃあいきますよ藤枝さんあいあいがさやな藤枝さんの隣はこれからもずーっとはるかだけやで約束はいありがとうありがとうございますそして今日1位のとくちゃん ありがとうございますありがとうはい。ではでは何番がいいですか <coughs> この感じ懐かしいねほんまに遥くもなんかちょっと久々すぎてよくわかんないというか <laughs> こんなんやったっけって <laughs> 今日も今日とておかせで、そう言うと思った。<laughs> オッケー。どうしようかなー。これにします。じゃあ、今日は。いきますよ。とくちゃん。好きやったけど。もう好きじゃない。大好きー。<laughs> ありがとうございます。ありがとう。 4番にししてみましたはるちゃんのショールームこんなに楽しいのリサーピさんえー、そんなもうほんまにゆるゆるですけど <laughs> こんな感じでさしてもらってますね <laughs> こんなゆるゆるでね許してくれるファンの方はほんと心が広い <laughs> ねありがとうございます <laughs> はい、久しぶりのツンツンもよかったホ、ま、はいということでえー、っと今日スペシャルギフトをくださった大庭さんバタヤンさんシムさん中小原さん風船うさぎさんサカさんモンブランソルトさんムラッチフレンドちゃん味方町 ひろぞうさんみさとさんひでさんみずさきあっちゃんさんあみさんふじえだ、ー、さんだいちゃんなあちゃさんとくちゃんこてつさんまー、あ、さんたーさんしゅうと。 マークさんそしてオリボッチさんラッキーさんチカラさんリサちゃんゴッチンさんかな ありがとうございますたくさんスペシャルギフトもありがとうございます本当にね皆さん今日は久々の配信に付き合ってくださって本当に本当にありがとうございましたなんかみんなに感謝の気持ちも伝えられたしなんかなんやろうなもうそれこそライブの感想とかも聞けてめっちゃ嬉しかったです本当にありがとう またね、あのー、ライブもね、いった落ち着いたってことで、配信もね、いっぱいできると思うんで、その時は、来てね、約束 <laughs> 待ってるからね。<laughs> ではでは、今日もありがとうございました。ちょっとブログ書いてくるわな。<laughs> ブログ書いてきますね。 本当にありがとうございましたみんな体調には気をつけてくださいね。はるかも気をつけるんで一緒に気をつけようね。